こんにちは、シュウです。今回は情報修正した夏使っていこうかなと思います。リーダースキルが攻撃とドラゴンタイプの攻撃力と回復力3倍5コンボ以上軽減、攻撃5倍、倍率がね上がったんだよ。私夏ね結構好きだったんだよね。なんでかっていうと昔結構使ってたの、その回復倍率があったんだよね。でその夏実装された当時、回復倍率あってなかなか強いモンスターって他あんまいなくて、それで私この回復倍率すごい激アツだなと思って結構夏使ってたんだよ。なんだけど正直ねもうちょっと強くなってもいいなと思った。これ使ってみた感じ、今の時代 HP 1.5 倍あって軽減あるぐらいがいいじゃないですか。で今回もインドラ貼ってんだけど、これインドラ貼んないと耐えれないんだよ。継承こんな感じです。なんで今の時代軽減だけだと正直きつい。だからもうちょい私強くなってほしかったね。なんかこのパズドラってさ、これよく動画で言うんだけど、実装された時に割とぶっ壊れ、まあ、ぐらい強くないとどんどん弱くなっていくじゃん、他にも強いキャラ出て。なんでこの実装された当時、まあ、実装というか情報修正当時で微妙って考えると、正直もう可能性はねないと思ってるんで、結構ショックっちゃショック。あ、いいね、遅延もらった。継承ね草薙強に溜まると嫌だったんで、今遅延もらって結構激アツだった。でこれ確定ね、5コンボ盤面だよ、6コンボか。なんで落ちコン1個期待します。あ、みんな高校生クイズ見た？今日やってんだけど、さっきちょっとだけ見た。本当に何分だろう、本当めちゃめちゃだけちょっと見た、5分も見てないかもしんない。なんだけどなんかさ、落ちコン、いやこれねあれやってくんだよね、 75% 軽減。去年か2年前ぐらいから変わっちゃったよね。私その5分も見ないぐらいうちにやった競技が何かっていうと、そのでっかい棒があるの、でっかい棒、ほんと太い棒ね、太い棒がそう縦にビョーンって伸びてんの。でその上にあるそのビョーンの入り口に輪投げみたいのを投げて入れればゴールで、道具が何個かあってそれを使っていいよみたいな。なんか最初見た時、俺これ運動神経じゃねえと思って、そのなんていうの、頭使うよりなんかそれ増えてきてるよね、何年前からかの高校生クイズから。だからなんか運動神経いい人がさ、その輪投げみたいのを上に投げてその穴に、穴っていうか入れば別に頭良くなくてもいけんじゃん。だからあれだよね、昔私がイメージしてる高校生クイズはなんだろう、ほんと勉強さえできればいいみたいな感じだったと思うんだ。ドラえもんでいうのび太くんみたいな、いやのび太くん勉強できない、勉強できるのび太くんみたいないればそれでいいなと思うんだけど、今あれだよね、できすぎくんを求めてるよね。そう、勉強もできて運動もでき、いや別にそういうわけじゃないのかもしれないけど、ちょっとできすぎくん思考になってるかなと思う。前ならほんとさっきも言ったけど勉強だけできればよかったじゃん。で見てる側もそっちの方がいいんだよね。なんかなんだろう、この宇宙が一周するのに月が光を浴びて何百光年経つ値を求めようみたいな、ちょ言いたいことだからでしょ。そういうのじゃなくて、あるものとあるものがあります、これを使ってこの目の前にある風船を何秒以内に割ってくださいみたいな。だからもう出来すぎくんを求めすぎてんのかなっていうのは私正直ある。でどうすかな、こここんな感じ。あ、でパズドラのね新情報来たよね。なんだっけ、ディアンヌとか来てたね。でディアンヌこれ性能こんな感じなんだけど、いや正直花火なんだよ、スキルがめちゃめちゃ魅力的なんだけど、これスキル欲しかったね、もうちょっと。はい、これ私とかだと結構ソロでしかパズドラやんないんだよ。もうマルチやったのなんてもう結構前なんだけど、そうするとたまんないんだよね、これディアンヌ直入れしちゃうと。これがスキブ3つとか、まあ、マルチだったら全然いいのかもしれないけど、もうマルチ前提なのかもしれないけど、スキブ3つとかねついてくれてるとマジ激アツだった。でどうしようここ、どうしようかな。草薙今日使います。草薙、いや強いよね草薙今日、草薙今日武器になんねえかな、マジでなってほしいよね。草薙今日コラボってあれ何回来たっけ、確か2回だよね。もう来ないのかな、ワンチャン来そうな気も。オッケー、これはいけると思う。いやでも私夏好きだね、なんかただコンボするだけでいいじゃん、しかも回復倍率ある。だからなおさらその私欲しかったね、もうちょっと1,2,3,4,5,6,7,8 か。こいつ強いよね、ここ私普通に負けるな、コンボ加算ないときついかもしれない。ここ多分めちゃめちゃチャンスだと思う。ここで組めなかったら当分色こない。
ここも決めるしかない。1,2,3,4,5,6。 いやー、ちょっとカットだわ。これ決めないともうだいぶ先でしょ、こいつ倒すの。よし、草勢を溜まったんで使います。お、1,2,3,4,5,6,7,8 ある、8あるな。それなら1,2,3、確か5コンボで軽減だったはず。違ったかな。4,5。待って、火消したくない、火消したくない。いやー、待ちが素敵すぎ。1,2,3,4,5。いやー、これ決めたいね。で、草内京の火の目覚めも全然あり、ありっていうか、そっちの方がいいんだけど、盤面に色変わってんで、ここでいきます。はい、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 はい。待って、これ盤面素敵すぎない？いや、素敵すぎ！ 1,2,3,4,5、当てっこ当てっこ！いやー、マジか！うわ、そこで出んのか。いいね、いいね。激アツ、今回復やべえなと思ったけど。よし、このあるあるね。いい盤面の時に来なくて、みたいな。あいつ以外、そう、キーラ以外って言おうと思った。めんどくせえ。キーラ、バレリアの位置悪いけど。ね。どうすっかな。一回5コンボします。ちょ、まだカットしないでいくわ。1、2、回復取っときたいけどいいか。3、作れるしね。4、5、1、2、3、4、5、あ、6やったか。はい。で、ルーレット何個だ？これ倒、うわー、結構削るな。お、あ、ロック激アツと思ったけど、あれか、意味ないのか。あ、これでも夏でロック解除できたはずだけど、別に意味ないもんね。どうすっかな。これもう草薙強使って倒しに行くわ。はい、まだまだまだ勝ちしない。ここで次何やってくるかによる。いいよ。で、ここで、2個なら組めるな。2個なら組めるな。やるね。草薙今日確定ワインド。で、ここで夏使おうか。そう、ロック外せんだよ。で、1,2,3,4,5,6,7,8。うわー、これは組めるかな、私。でも組める気がする。自信しかない。いくよ。待ってね。ちょ、ノーカットでいく。ここ、下が火になったらいきます。1,2,3,4,5。うますぎるでしょ。いや、これはうまい。これいった。副属性で夏で持ってけると思う。バレリアのあれでも。しゃあ。9出せるでしょう。10出します、みんな。いや、ここマジ、本気で集中していく。いや、みんなちょっとだけ見えたか、ちょっとだけ見えた。ただどんなに頑張っても、8ぐらい、7ぐらいしか組めない。なんで、ごめんなさい。妥協でいきます。草薙今日の落ちやすいのをかけます。これが精一杯かな、私の中で。これが割と精一杯。いくよ、みんな。あと2つ !1! あと1個！いや、頼む、回帰しろ、回帰しろ。いやー、まだ、でもまだよっしゃじゃねえんだよな。ここをどうしよう。ここを火消さないで、多分 HP 回復したことによりリミットバーストがなくなったんだ。そうなると一回攻撃しない、攻撃しないでいき、お、これ5コンボ以下に抑えて回復させるって止まったんだけど、落ち込んで7コンボ来たらリミットバーストだよね。なんで火以外消します。1,2,3,4,1,2,3,4,5。止まれ。よし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 、来ないよね。よしよしよし、ここで、いや、7コンボなら私組めるでしょう。7コンボなら組める。自分を信じよう。
わ、回復持ってくか。回復持ってかれたの結構やだな。ただ指は割と長いんだよね。なんで指のゴリ押しで持ってけなくはないと思う。あ、これ回復しなくてもさ、あ、ダメか。回復しないと、どうしよう。これ回復しなくてもここ突破した場合、今右上のダメージ吸収向こうがあるんだよ。じゃあ属性吸収向こうがあるんだよね。なんで先制が来ないんだよ。ただこれ倒した場合のみに限られて、倒さなかったら普通にキーラーのあれで負けんだよね。いや、倒せる。いや、倒す。倒す。やった、こらえたこらえた。よし、結果俺、結果俺、結果俺、いい結果が全てよ。で、ここで、あれがクラス、虚無の波動。危ねえ、今だいぶミスったね。でも夏なんかちょうどいい難易度かもしれない、ここやんの。なんか普通に楽しいわ。で、ここ倒しに行く？いや、ちょっとこうワンパンの衆が出ちゃってんな。ワンパンの衆が出ちゃってる。倒しに行くか。ここで、いらない色処理して、火もらおう、火もらおう。火もらおう、火もらおう、火もらおう。火もらおう、火もらおう。火もらって、火もらって、いや、みんな普通に行くわ。ちょ、ワンパンの衆やめるわ。普通に回復して、多分やられないでしょ、これなら。HP 全開だもんね。全開なんで、多分耐え切れると思う。これ耐え切れないとそもそも話変わってくるもんね。危ない。ああ、でも無効貫通やりやすいかも。やっぱワンパンの衆で行く？もうワンパンじゃねえけど。一回狙ってみようか。それは言った。7コンボは乗ったのは言った。よし、いいね。なんか久しぶりに楽しかったな、普通に。あれなんだっけ、明日昼かな、昼からあれ来るよね。なんだっけ、名前忘れちゃった。あの極連の闘技場みたいなやつ、なんだっけ名前。あのテクダンなんだよね、ノマダンじゃなくて。なんでテクダンだと先生とか根性とかも全然あんだよ。勝ったら9999ポイントもらえるやつ。あれ普通に楽しみだね、私。明日、はい、バイバイ。